食育ロックのワラビーズです。ゼロから食育を学んでいきます。はい、今回も軍用車食べ用の食育図鑑から学びたいと思います。はい、今回のテーマは玉ねぎ。玉ねぎオニオンですね。ファイナルファンタジーというテレビゲームでですね、最初の登場するなんかペーペーのやつはオニオン戦士と玉ねぎ戦士と言ってありましたね。なんで玉ねぎ戦士って言ってたんですかね。あれは割と親しみがありますね。ある野菜ですね。我が家では必ず玉ねぎあります。玉ねぎは涙のもとで身を守っているそうです。これは硫化アリルという一種、辛味成分の一種が アリンは無臭、細胞の中にしまわれているけど、別の細胞の中にあるアリナーゼという酵素と出会うと分解されてアリシンという強い周期で揮発性のある催涙物質に変わります。はい、皆さん学びましたね。すごい学びになります。玉ねぎ特有のコクのある甘みの正体。そうだね、甘いね。これ水分が蒸発して含まれているブドウ糖、果糖、諸糖など糖が濃縮されて甘みを増すからです。と甘さが出てくるみたいですね。はい、玉ねぎって、あとありましたね。はい、今回もちーちゃん教えてくれてます。玉ねぎについて、犬に玉ねぎを与えてはダメって本当これは言われるね。よく危ないですかね。犬や猫などほとんどの動物は玉ねぎが体に入っちゃうと、玉ねぎを含む硫黄化合物、赤血球が破壊されて貧血になると。そうなんだ。人間はその破壊を防ぐ必要を持っていると。ほう、あ、じゃあやっぱダメなんだ。この文章めちゃめちゃ専門家の文章ですよ。一回の普通の学級委員長なんか知りません、こんな文章は。ちえちゃん何者なんでしょうね。というわけで、ペットには玉ねぎ与えちゃノンノン。バイバイ。バイバイ。